めっちゃめっちゃメッセです。はい、ということで、今日もやっていくんですけどね、今日はね、修学館ね、会社監督がね、なぜね、3年でね、辞めたのか、それでね、3年でね、追い出されたって話もね、いろいろね、あるんでね、ちょっとね、いろいろね、知ってることも話していこうかなということで、まずね、この話はね、皆さんのてると思うんですけど、会社監督がね、2014年にね、修学館就任して、ほんでね、3年間、 3年間ですね、たぶん、いて、ほんで、その間にね、甲子園ベスト4何回でした。とりあえずね、何回も、あの、ヒロさんの時と、あの、久さんの時で、もう2期連続ね、急にこう、全然ね、出てきたことのないっていうよりか、そんなもう九州学院がね、毎回ね、強かったね、時にね、ポーンとね、出てきて、ほんで、いきなりね、甲子園ベスト4かなんかなって、もうやっぱえぐいなってね、なったんですよ。ほんで、 あのまあ、普通に考えてやったらそこからね、えー、ずっとね、えー、もうその梶田監督の,あの修学館のこう一教時代をね、えー、ずっとねこう続けたらいいんですけどこれ、ね、3年でやめたんですよ、えー、ほんでねいろんなね憶測がね、えー、飛び交ってるんですよねでまずねそのね1個がなんかねその内部で空出たみたいな感じでね、えー、もう1個の派閥みたいなのが、えー、出てきて。 でねそれが今、ね監督、元々の監督、また戻ったんかな、なんか多分そんなんで、それ間違ってはごめんなさいね、りあえずなんか、その内部の中から、なんかね、その会社監督を、ちょうどね、批判もあったんで、その県外選手、どうちゃこうちゃうの批判もあったんで、ほんでね、それで、パってね、就任して、就学館をね、去ったってね、話がね、結構ね、濃厚視されてるんですよ、みんな聞いても。 やっぱそういうい内部から、ね、崩れていったっていう話を結構聞くんですけど、あのー、これはね、僕たちね、あの平たボーイズ、えー、板側からすると、あのー、3年で辞めるっていう噂がめちゃくちゃあったんですよ。えー、これはね、もう行った時点でね、えー、なってたんですよ。だから、なんていうんですかね、えー、2014年にも。 ったから2017に辞めましたね2017ってことは僕たちの1個上なんで、あの、広辺さんがキャプテンの時に、えー、最後ね、えー、会社監督がね、えー、それでも勇退したんですよね。えー、だから、ね、この3年契約っていうのは、もう噂ですけど、僕たちが中3ぐらいの時から流れ通ったんですよ。ほんで結局ね、これね、3年で辞めたじゃないですか。えー、だからね、その内部からこうクーデターが起きたとかはね、僕はね、ちょっとね、えー、それはね、 あの嘘やと、嘘ってよりか、あのほんまにね、正しい情報なんかなって、ね、僕は思いますね。でも、あの言えるのは、その会社監督の実力とか、ほんま、頭もめちゃくちゃ、もうえぐいんで、あのそのね、残ってる修学館に、まだなんか、戦力が入るようにとか、その修学館が衰えへんように、あの強くね、えー、しとくこともね、えー、できるんですよ、ほんまやったら。 でもそれをもう一気にあんなにね、えー、弱体化、会社監督を辞めた瞬間ねあんなに、ね、弱体化ね、えー、したってことは、あの何かしらね、えー、その不義理ってよりか、なんかこう、揉めたんかなっていうね、えー、推測もできますよね。えー、急激にあんな弱くなるってことはね、まあないんで、まあ、会社監督の、ね、力がね偉大やったってね、捉え方もできるんですけど、やっぱりその、そのなんていうんですかね、もともとあった戦力をもうい一切ね、シャットダウンしたんで。 えー、だからね、そういう意味ではなんかこう、なんていうんですかね、あのー、なんかほんまにあったんちゃうんかなっていうのを憶測もできますよね。えーまあ、だからね、えー、だからこそ僕たちが、あのー、そういう、ね、噂が、ね、ほんまにあったんですよ。えー、確かね3年で、えー、日本一になれなかったら、えー、もう辞めるみたいな、辞めさせられるみたいな話がね。 え僕たちですらね、噂で回ってきとったんで、えー、だからね、僕たちの代は、えー、みんなね、そのまあ、遠いとかね、そういうのもあるんですけど、行っても最終的には、これ、会社監督おらんってなったら、えー、平方坊主の時ですらね、えー、その会社監督の元でも、うすごい監督の元でね、えー、野球をやりたいみたいな感じでね、えー、自分たちの代まで入ってきたんで、ほんなん入ってきて、えー、会社監督が抜けるっていうのをね、 あの2回に中高連続でねやることになってたんでだから今思えばですけどい、まあ、かんくてもよかったんかなと思いますね、えー、まあ行っとったりっとったんでね、えー、またね全然ね違うね、えーまあ、人生やったとは思うんですけど、えー、だからねそういうなんかあの追い出されたとか言う前に、えー、そのねもともとね契約でね、えー、決まってたんちゃうんかなっていうね話もねあるんでだからこればっかりはあのー 難しいんですけどまあ、僕はね、えー、もともとねこの3年契約で、えー、決まってたに1票ですね1票というか早い、えー、やと思います、えー、まあ、だからこそねあのー、日本一ね、えー、ほんまにね、えー、取れると思ってたんで、えー、だからねこのね不思議なのがあのー、僕たちの、えー、代までやっぱり選手はね、えー、スカウトっていうよりかあのー ね、されとったんですよ。ってなったら僕たちがほんまにね、1、えー、とった場合の世界戦ってあともう1年ね、えー、続けとったのかなとかもね、思うんですよ。えー、だっていわばね、えー、その畑中選手とかもね、ほんまはね、行く予定だったんで、それ行ったら行ったで、えー、結局、あともう1年はね、長引いとったのかなとか思うと、やっぱりこれはなんか、あのー、難しいところやなとも思いますし、えー、ほんでね、えー、そのままね、剣ンに移って、ほんで、剣ンジが、 まあ、めちゃくちゃゃくねへ、強くなったっていうのもねやっぱこの会社監督のね凄さでもあるんですけどやっぱりねその剣岐阜が強くなったよりかやっぱりねあの修学感が急激に弱くなったの方がねやっぱりこう僕的にはねインパクトがね強かったんでだからねそれぐらいあのー、皆さんはねあのー、選手の集め方がねうまいとかはねもちろんあるんですけどえそれ とはまたね別でやっぱね試合の運び方とかやっぱね戦略的なもうめちゃくちゃうまいっていうのが分かりましたよね。えー、だってあのその秀学館の,あの広辺さんの代に結構出とった選手とかもちょくちょくおったんですよ。だそういう選手とかがおんのに全然意味わからん効率にゴールド負けてね夏負けたじゃないですか。っていうことはやっぱりその。 実力動向の前にやっぱね、えー、その選手の使い方とか、えー、選手の、ね、モチベーションのあり方とかね、やっぱね、試合の、ね、勝ち方がね、改めてね、やっぱり、ね、うまかったんやろうなって思いますね。えー、だから実際、ねあの、会社監督抜けた瞬間、知ってますかあの、何十対0かなぐらいで効率に負けて、えー、しかもえ1、2回戦ですよ。ほんで負けて、ものすごくこう世間的にね、えー、パーって騒がれて、えー、ほんで、そのね、負、え、け、ー、た瞬間に、 こうバスでへーなんかうえーみたいな感じでねあの炎上したんですよその負けた瞬間やっともうあと甲子園やーみたいな感じでバーって騒いだのが SNS に載せてほんなその SNS が、まあ、あんだけ強かった修学館がこんな負け方してなんでこいつはこんな騒いでんねんみたいな感じでねーバーってなってたんでだからまあそれはねあのほんまになんか なんかもうもしかしたら、えー、そういうね、あのー、僕たちの同級生の、ね、修学科の選手はあのー、会社監督のもとでやろうと思ってきて最終的に、ね、抜けたんでもうそれでも反発してねもしかしたらあの動画に、ね、のっけたんちゃうんかとかね、えーまあ、引退してからね戦れるなんてね、まあ、それはそれで、ね、あのおもろいってよりかね、えー、なんで、まあしたから、ね、夏休みのに。 こんんんななね、ね叩かかいいとはわかんいとと思、ねえー、思ったと思います、えー、まあ、だからねあのこの修学館が、えーまあ、抜けた理由っていうのは、まあ、そういうね裏ではもしかしたらクーデターが、ね、あったのかとも思いますしでも、えー、中3時点、えー、でもう3年契約で、えー、日本一通れなかったらやめるって話が出とったんで、えー、だからねそういうのもねあ,のあるのかなって思います。 まあどっちにしろ、あの、県立封行ってもね、えー、結局ね、えーあのー、甲子園にも出れるんで、あの、まあ、海瀬監督からしたら、水野秀岳館に、ね、こだわる理由がね、ないっていうのがね、やっぱりもう、改めて分かりましたよね。だからもう、ほんまに変な話で言うと、もう僕は、あのー、大阪にね、えー、その、党員をね、えー、倒すように、なんか、 意味やかなもうほんまに頭の悪いほんまに近畿情報所理みたいな近所にぐらいね、えー、乗っ取って、えー、会社監督が監督したら、えー、大阪桐蔭とか倒せんのかなとかねそれもねなんかちょっとね、えー、疑問に思うんでなんか岐阜とかやったらねまだ、まあ、大垣日大も強いですし、えー、その岐阜大地も強いんですけどなんか大阪に来てあのその会社監督のそのいわばね平方ボーイズ系列の,あのチームをね作ってほしいですよね。 そうやったら、ね、もう批判もねされないですし、えー、正直に発信めちゃくちゃねあのー、なんか盛り上がるとね思うんでね、えー、それはそれでまたね、えー、見たいなとそのね、えー、大阪に来て、えー、めちゃくちゃね強いチームをね作るっていうのを、ね、実際に僕はねあの見てみたいなって思いましたはいということでね、えー、皆さんの意見はぜひね、えー、コメント欄に、えーまあ、まとめると、まあ、会社監督 集落がをやめた理由はこういう、ね、クーデター説ともともと3年契約で決まってたと、えー、でもあのー、ね集、えー、学感が一気に弱くなったってことは、えー、その分ね、えー、会社監督が、えー、もう完全にね手を引いたってことはもしかしたら何かあったんちゃうんかなっていう話でした皆さんの意見はぜひコメント欄にそれじゃあお疲れ。